こんにちは、芸能ダイヤです。ナンバーアイの平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんが13日放送の音楽の日に出演。脱退した元所属グループキング&プリンスも出演する歌番組でパフォーマンスしました。この日は冒頭披露、パフォーマンス前には MC を務める元スマップの先輩中居正広さんから、 TV も当然見てますよ、一曲の中に緩急があってと褒められる場面もあり、嬉しそうにリアクションし、ありがとうございますと頭を下げていた3人でした。また同番組内には3人が所属していたキング&プリンスの永瀬廉さん、高橋海人さんも出演。サラリーマンで構成されたパフォーマンスチームチアリーマンズをバックダンサーに、何者もアクロバット付きで熱唱していました。とてもかっこいいパフォーマンスでしたね。そんな中、平野さんが3年ぶりに地上波ドラマ復帰するとの一報が入ったようです。11日の女性セブンによると、平野さんは2025秋の TBS ドラマに主演することが内定しているようです。吉高由里子さんが主演し大ヒットした同局の最愛チームが制作するとのこと。真偽不明ながら平野さん側からドラマ復帰するなら TBS でと逆オファーだったことも報じられています。実現すれば平野さんにとって22年10月のクロサギ以来のドラマ主演となります。ちょうどクロサギ放送当時、平野さん、神宮寺さん、岸さんの3人が23年にキンプリ脱退および旧ジャニーズから退所することが発表されています。その理由として平野さんは海外で活躍できるグループを目指すことを挙げ、今年1月滝沢秀明氏創設の 2B で神宮寺さん、岸さんと共にナンバーアイとしてユニットデビューしています。ナンバーアイは4月にアメリカで開催された世界最高峰の野外フェスコーチェラバレーミュージック&アーツフェスティバル2024に出演。ナンバーアイとして国内の音楽番組に多数出演し、スタート社所属アーティストと出演が重なっても負けず劣らずの存在感を示してきました。また性加害問題で旧ジャニーズとの契約から撤退した日本マクドナルドやサントリーの CM にも出演。平野さん個人でも池田モハンド、ボシュロムジャパンなど6社と契約しています。また7月10日に M データが発表した2024年上半期のテレビ CM 急上昇ランキングでは、お笑いコンビチョコレートプラネットと同率1位ランクイン。本業であるアーティスト活動では5月27日にナンバーアイが発表した平野さんプロデュース曲ボンが YouTube チャンネルで3398万再生を突破しています。そんなアーティストとして順風満帆な平野さんに3年ぶりとなる俳優業の話も聞こえてきていますが、3人は23年5月にキング&プリンスを脱退した理由は、当時社長でプロデューサー的立場だった藤島ジュリー景子氏との方向性の違いが大きな理由の一つだと言われています。ジュリー氏は国内のドラマや映画など所属タレントに映像関連の仕事に注力するよう方針を掲げていたが、平野さんはアーティスト活動をメインに行いたくて反発する形になった。当時は今はもうドラマはやりたくないと周囲に話していたと聞こえてきています。ドラマ出演が嫌ということではなく、ジュリー氏の方針に従いたくないというところが強かったのかもしれませんが、ただ実際ナンバーアイとして再始動してからのテレビ出演は音楽番組が中心で、音楽要素がないバラエティ番組などには出演していませんよねとワイドショー関係者は話しています。藤島ジュリー景子氏は昨年9月5日付でジャニーズ事務所の社長を引責辞任しています。ジュリー氏はジャニー氏の問題が昨年3月 BBC によって報道され、国際的な問題になってからも表舞台に現れず、9月7日になって初めて記者会見に臨んでいました。4時間に及んだ会見では涙を見せるシーンもあったジュリー氏ですが、この会見の直後にハワイに渡航していたことが週刊文春に報じられて物議を醸すなど、ネガティブな話題が絶えることがありませんでした。また昨年10月5日発売の週刊文春では、一般の常識では考えられないジュリー氏のお金の使い方が報じられています。それはジュリー氏が
ハワイのコーディネーターに紹介された中華系の風水師に傾倒していて、事業について相談をしていたことが報じられました。アドバイスに従って重役室や役職者の机などに風水グッズを飾るなど模様替えを行っていたとか。風水師は芸能界では有名でリピーターも多い霊能力者さんだと言われています。また記事で驚きなのは、ジュリー氏が風水師に費やすのは2億円にも及ぶ大金で、しかもポケットマネーではなく会社の経費だったというところです。私的に占いに頼るのとは全く意味が違いますよね。文春の報道にジャニーズ事務所は事実ではありませんとコメントしていましたが、昨年9月7日の会見後に即ハワイに行くのもそうでしたが、ジュリー氏は浮世離れした行動も目立つため本当なのかもと思ってしまいます。そして会社の行方を風水に頼るというのが事実だとしたら、キング&プリンスの脱退騒動で平野さんらが愛想を尽かしたことともつながってきそうですね。2023年4月クールに放送された連続ドラマ「ドクターチョコレート」の主演も当初は坂口健太郎さんではなく平野さんを想定し事務所が取ってきた仕事と報じられたこともありました。そんな平野さんの演技力は高く評価されていて、クロサギでは主演男優賞を、日刊スポーツドラマグランプリ秋ドラマ、日刊スポーツドラマグランプリテレビステーションドラマ大賞2022、ザ・テレビジョンドラマアカデミーなど4つのグランプリで受賞しています。それだけに平野さんの俳優業復活に期待するファンは多いようです。俳優平野翔もいつかはまた見てみたいな。今は15秒30秒の中で光り輝く翔くんの演技を見れることの嬉しさをかみしめながら、その短い時間が一瞬だけどテレビに映る俳優の平野翔を堪能したいと思う。いろいろ忙しいだろうけど、俳優平野翔から入った人間なので翔くんの演技もまた見たいな。平野さんの演技はクロサギに親代わりで復讐相手という複雑な役柄で共演したベテラン俳優三浦友和さんからも再共演を期待するコメントが残っているほどです。平野くんとはまたどこかで会うような気がして仕方ないです。本当に素敵な俳優さんでしたし、一緒に共演できたことがとても良い思い出にもなりました。超一流俳優の三浦さんに再共演を楽しみにさせるとは、平野さんの役者としての高い実力を感じさせますね。前事務所ではもうドラマ出演したくないとジュリー氏への反発があったようですが、海外進出も成し遂げた今、ドラマで日本での知名度を確固たるものにしていこうとしているのかもしれませんね。平野さんが美しい涙を流すシーンや、ひょうひょうとした笑顔で悪人をはめるシーンなど多くの見どころがあった「クロサギ」から3年、俳優としての平野さんの新たな顔に期待したいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。